今パンダランド外の運動場では5歳の双子のパンダ、アイヒンとメイヒンをご覧いただけます。向かって右側の運動場では双子のお姉さんパンダ、アイヒン、向かって左側では弟のパンダ、メイヒンをご覧いただけます。メイヒン、メイヒン、アイヒンとメイヒン、本日が最後のパンダウェイクアップタイムとなります。2頭仲良く並んで竹を食べる姿ご覧いただこうと思いまして、ガラス面近くに竹やおやつ用意しているんですが、弟のメイヒンはどうやら何か気になるものがあるようでして、ずっと運動場の匂いを嗅いでおります。パンダはとても鼻がいい動物ですので、気になる匂いがあるとずっとクンクンと匂いを嗅いでいるんです。一方お姉さんパンダ、アイヒンはスタッフにもらいました竹を美味しそうに寝転びながら食べております。パンダたちは美味しいものを食べるときは私たち人間と同じように目を少し細めまして噛みしめるような表情で食べますので、ぜひお近くでご覧の際はアイヒンの目にも注目してみてください。